よし。よし、着いた。ここはウッドテラスですね。以前の動画でもお届けしたとは思うんですけども、このウッドテラス、そしてこのキャンプ場、こんな感じでね、砂を整地したり、ホイールローラーで、ホイールローダーでね、除雪をしたり、大変な一年、でした。ね。なので今日ね、山菜採りということで、この TCS ビレッジ、の、この山、こっちもね、私たちのこう土地なんですけども、ここに山菜をね、ちょっと取りに行こうかなと思います。よし。おお、これも生きてたな、まだ。よし。これもね、トランポリンみたいな、この上で寝たりするんですよ。ちょっと草も刈んないダメだな。うわ。おい、てかなりの斜面ですね、これ。あ、これは副樹草ってやつですかね。綺麗ですけどね、食べれないっていう。あー、なんかあるかな。よし、かなりの斜面で一歩間違えるとね、これ落ち、あの転がり落ちるぐらい、こんな感じの斜面ですからね。よっしゃ、もうちょい上に上がって、上がってみて、あ、落ちそう。よし、なんか、あ、ありますね。お、ここにチョコボール落ちてたから後で拾おう。よし、危ない、ここは危ない。で、ここすごい、餃子ニンニクですね。これキトビロ、アイヌネギって北海道では言われますね。お、たくさん生えていいサイズもあるので、ちょっとこの辺取っていきます。よし、なんか袋がなかったからね、紙袋にしたんでちょっと微妙ですけどね。よっしゃ。一本の歯はね、取らないっていうルールですから、あまり細いやつもね、取ってもまた来年咲かなかったら困るんでね。咲くっていうか生えてこなかったら困るんでね。危ない。よし、いい感じ、いい感じ、いい感じじゃないかな、ここら辺も。よいしょ。ハサミの方が良かったかな。ああ、危ない。これ斜面なんでね、ほんと油断したら落ちますからね。よいしょ。結構あるな。まあちょっとずつ取りながら。山菜採りもね、こういう命がけですからね。ナイフ持って転んだりしてね、突き刺さったとか言ってね、危ないですよね。まあ、気をつけながらやっていきます。やっぱり春、北海道の春はね、だいたい5月ぐらいからっていう感じですかね。やっぱりまだね、雪も少し残ってるし、ようやくあったかくなって上着もいらなくなってきたなーって感じですよね。お、すごいな、この辺もすごい。あー、すごいすごい、たくさんあるんで、まあ食べる分だけね、取りましょうって言ってもね、他の開拓メンバーもいるんで、
他の開拓メンバーともお昼これをジンギスカンでもしてやれたらいいなぁ。うん。うおー、太くていいですね。こんな感じ。あー、やばい、葉っぱ危ない。もったいないですね、せっかくだから食べよう。うん、ネギ美味しいですね、生で。おー、これは青こごみですね。まだちっちゃいな。こごみもいいですね。こごみも後でね、後でねじゃなくて今度取って天ぷらでもしたらいいですね。ここにもね結構あるし、いいじゃん。いいサイズがボツボツありますよ、ボツボツ。いやー、これ紙袋失敗したな。紙袋じゃない方が良かったな。あー、紙袋本当に。ちょっとこれどうしよう、こうしとこうか。ここら辺はあとは1本か、1本とサイズがちっちゃいやつばっかりだから、まあいっか、こんなぐらいで。ここはね、ありがとう、今年もありがとう。去年こんなところ来たことなかったんですけどね、たくさん生えてていいです。畑見たくなってますから、行者ニンニクの。鳥足昌磨じゃないかこれは。こう、あ、ちょっとぽいな。そう、ここにも太いのあります。まだまだ上の方、そこら辺もあるし、すごいな。いいですね、こうキャンプ場に来て山菜でも採りながらこう家族と一緒に、お友達と一緒に山菜を焼肉と一緒に焼いたりとか、いいんじゃないですか。すごくね。この辺も、あ、これ1本か。いいですね。よいしょ。すごくいい。おーおーっと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 。山菜、やっぱりね、春に山菜を食べるっていうのは1年間通しても体のデトックスなんですよ。春というのはね、肝臓がね、こうすごくこう盛んになる時期で、1年を通じてね、こう肝臓の健康を保つにはですね、実はね、食生活で春の山菜、渋みのあるものとかね、この癖があるものを食べることによってデトックス効果があるんですよ。このデトックスをしっかりとしてあげると夏の胃腸の疲れとか、なので夏バテとかする方とかはね、春に山菜をしっかりと食べてあげるということをすると、実は1年を通じて体というのは健康を保てるということですよ。食べ物からしか体ってできませんからね、大事ですよね。うん、お、いいですね、すごくいい。ちょっと踏まないように、上こっちにもまだあるのかな、ここら辺かな。うん、いいですね、ここにもある。おー、いいサイズ、いいサイズだ。ここにもこごみありますね、青こごみね。なんかちょっと行者ニンニクばっかりあるから、そっちに目が行っちゃって、なかなか他の山菜はまだ見つけれてないですけども、ちょっと他の山菜もね、まあ、どうしても斜面にいるとこういう行者ニンニクが多いかもしれないですけど、
もうちょっと探してみましょうか。結構生えてるな。また来週ぐらいでも全然いいかもしれない。これもうちょっと葉っぱ大きくなってきたらね、今度おひたしにしたりとかすれば最高じゃないかな。よっしゃ、じゃあ次のポイントへ行きます。お、危ない、結構な斜面。うわ、やばい。他にはなんかあるかなって。木こんな倒れてたかな去年。すごいですね、今年雪が多かったから。あ、これもそうですね、山菜。何やこれ、トリアシショウマかね、アイコとかね、いろいろありますよね。雪もまだ残って、また引き続きちょっとポイントを探してこようかな。よし、お、ちょっと待てよ、いててててて、これは腰油とかじゃないかな。あ、違うか。あら、そうかもしれない。ちょっと腰油、あ、これ、あ、これもですね、いいですね、これ。いや、じゃあじゃあじゃあ、はあ、よっしゃ、これを、これも食べようか。じゃあせっかくなんで湯がいておひたしにでもしようかっていう感じです。いくぞー。この辺、この辺取って、おっと、これちょっと開きすぎてるかね。え、でも美味しそうですね、これもね。うん、あ、これタラだ。あ、違うな、腰油だな。うん、それもいいですよね、天ぷらにしたりなんかね。よし、よし、よし、手の届く範囲で取るということですよね。全部が全部取ってもね、食べきれないですから。よっしゃ、行こう。うわぁ、いてててて、ていて、いたいたいた、刺さりますわね、いろいろ。またちょっと引き続きね行きます。あそこにも餃子ニンニクか。また餃子ニンニク畑到着。ここまあまあ型がいいな。ありがとう、ありがとう、ありがとうっていうことでね。よっしゃ、意外に餃子ニンニクあるな、ここ。去年ちょっとしかないなと思ってね、あんまり取らなかったんですけど、今年は結構多いですね。ああ、上の方もポツ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 。おお、すごいな、ここ下にもあるし、いい感じ、いい感じだな。ちょっと斜面がきつすぎてなかなかいいサイズだけを取ろうと思っても難しいですね。よっしゃ、じゃあ上に登ってみよう。お、ここにもあるね。よいしょ、いいんじゃないでしょうかね。一本、結構下の方にはね片栗とか多かったんですよね。片栗粉のあの原料の部分、あれも、あ、ここにもこごみありますね。いいね、こごみも時期によってはこう取って食べたいですね。もうちょっとだね、こごみは。あとはこれからはあれですね、笹だけ。北海道ならだ、ならならではなのかな、笹だけってね。細いタケノコ、太いタケノコはないんでね、こっちはあの竹がないんで。うん、
面白いな。ここにもあるし、ああこっちの上か。うわすごい急、急だけど行きますよ。おっとっとっと、危ない危ない、危ねえ、危なかった。よし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 。もう袋からニンニクの匂いがすごいですね。うん、ニンニク臭がかなりしてます。よいしょ。あーちょっと細いなこれ、ちょっと細いね。あーでもたくさんなんかいるね。うん、まあここもこのぐらいにして次のポイントへ行きます。よし、山道を移動してきて、まだ敷地のところですけどね、この辺にも、おお、わかります。ここもまた餃子ニンニクばっかり。よし、ここも一応取っとくか。サイズがいいやつだけいただいて、うん。でもこれね、意外に置き足しにしたらすぐね、ちっちゃくなってなくなっちゃうから、ある程度こう醤油漬けとかね、こう僕はめんつゆにつけるんですけどね、普段めんつゆにつけて保存しとくと、そうするともうご飯のお供みたくねなりますから最高ですよね。わあやばいやばいやばい、切れちゃった、ちっちゃいの。よいしょっていう感じですね。また引き続きちょっと取っていこうかな。すごい、でも餃子ニンニクばっかりだから、もう餃子ニンニクを今日狙っていこう。上の方まですごいわ。うん、また物珍しいのあったらね、ちょっと取って食べようかなと思います。結構探したんですけど、餃子ニンニクがこれぐらい取れたんで、もう餃子ニンニクだけでいいやっていうことでね、これをちょっとお昼みんなでいただこうかなと思います。今年もありがとうございました。よっしゃ、そろそろ戻ってね。これもまた旅の木なんですよね。猫が大喜びっつってね、うん、っていう感じで戻ります。